はい、カンさんです。あ、久しぶりです。ご無沙汰しています。あ、忙しい。今日もちょっと病院に行ってきました。病院じゃなくて今日は検診で、あ、レントゲンの仕事をしてきました。さっき帰ってきたんだけど、さっきご飯食べて、お昼ご飯ね、食べて。うん、とても良くしてもらいました。すごく人に恵まれて、あ、いい職場に入れたなと。今4つ行ってます、バイト。みんな元気してますか？ How are you doing?もうね、怖いね、コロナが。I'm afraid the COVID-19. ああ、怖っ。デルタ株がね、広がってきてるんで、もうなんか毎日日々緊張しながら仕事してますね。今、収録、病院週4に、検診が週2ぐらいに行ってるんで、大体時間に YouTube を上げてるんですけど、もうね、ほんと怖いね。怖いって言ったらいいんだけど、もう誰が持っていてもこういいように消毒したりとか空気を殺菌したりとか手を洗ったりとかってい う, こう基本的なことを徹底的にやってはいるんですけど、本当疲れますね、精神的に。うん、もっと強いやつが出てくるとかって言ってるから、まあ、緊張をこう解かずに、もう1年半経ったんだけど、もうこのまま続けていくしかないかなと思っています。今日ね、あ、ごめんなさい、あの世間話で、今日ね、あの新しいニューカラーが出たんですよ。それを紹介します。2つ2カラー Alive Gemma's 2 New Colors Balloon。 でまずファーストは、これすごい綺麗だと思う。なんかね、これね、もうおばあちゃんにあげたんですよ、病院で。 I presented to the grandmotherin the hospital で 4,5 人にあげたんだけど、めちゃめちゃ喜んだ。とてもなんかちょっと渋いんだけど、あのミスティーローズと言います。ミスティーローズ、こういう色ですね。ちょっと渋いのよ、すごい。なんかちょっとくすんだ感じだなと思ったんだけど、これ膨らませたらね、やばい、やばかった、すごい。それを紹介したいと思います。今日お花スタンダードな、これをプレゼントしました。もうつぼみね、これをね、ゴールドにしましたね。だから2バルーンで、とてもあの女性にあのリコメンディットっていうか、あの for girl、 女性とか大人の女性がいいかもしれない。アダルトガールね、アダルトガール女性がいいかもしれない。いきます。まずですね、ミスティーローズをちょっとね、僕感触とか大好きなんで、バルーンのこれ伝えたいと思いますね。まず色がいいね。ジェマールはね、ジェマールイズナイスカラーバルーンね。すごい色がいい。膨らましましょう。だいたいこれであの2往復ね。2往復。このぐらい残します。まあ20センチぐらいね。8インチズアパート。Please left。積みます。これなんかひねってたらわかるんだけど、この肌触りがいいのよ。めっちゃ肌触りがいいの。すごい滑らかっていうか、しっとりしてるんだよ。しっとりしてる。これがもう表現がぴったり。あの、だいたいまあこのぐらい、10センチぐらいの輪を作ります。全部で6作ってください。持ったまま引っ張って回します。このぐらいで。まあちっちゃくても、大きくてもいいんです。で、プッシュして、同じぐらいのステームレングス、大きさで回します。これをね、繰り返します。6タイム。とても、どういったらいいんかな、なんかこう触り心地がいいですね。すごくすごく触り心地がいい。伸びもいいですね。とても伸びがいい。だんだん4つぐらいになると、ここが狭くなってくるので、This point is narrow space ね。だから、ちょっとね、こうやってやったら、引っ張りながら回す。Please keep firing. 引っ張って。お、これがパリンカだ。あ、ちょうどじゃない。ちょうど、ジャスト。はい、こうなりました。6ペトーズ。つぼみのことペトーズっていうね。あ、つぼみですね。何と花びらのことをペトーズという。ああ、なんか体が頑張りましょう。今の環境の
境遇の方がいらっしゃると思うけど、で真ん中こう何回かやっとったらこうセンターが合ってくるのでセンター合わせてください。はい、ではちょっとだけ膨らます。ゴールド、これはクワルテックスね。僕はつぼみちっちゃくするのが好きなんよね、ほんとちっちゃくした方が可愛いような気がするんだけどね。真ん中にこれを、僕は Push your first finger your thumb 親指で押さえながら首をぐっと下まで持ってきます。一回回します。で次にこれが、今こっち側についてるでしょ、ここかついてるところのオポジットある反対側に親指で押さえながらこれをグッと持ってくる。引っ張ってグッともうグッと引っ張ります。そしたらねちょっと丸くなってくれるの、つぼみが。で整えます。プリーストリート and あとはあの要はプレゼントしたいそのピープルね、それに腕に合わせるんだけど、このぐらいにしたらビッグでしょ、腕がこんな太い人になるから、あの血が鬱血しないようにちょっと程よく、おばあちゃんねパッと手見たらねこう血管が浮いとったったらまずいんで程よくちょっとまあ軽く大きめに作りながら調節して上に一回上がってきます。でこれを下ろす。でくるっともう一回回すと、まあ、大体If this balloon is a little long だったらね、ちょっとこれあ作った時ブカブカだなと思ったらちょっと裏技があって、これを一回もう一回上に上げて下ろすとちょっと短くなります。はい、これでいいと思います。かわいい。そうなんよ、もうねやっぱり女性のもんだね、女性は夢がある。70、80、90のおばあちゃんにあげたんですけど、4、5人つけるでしょ、後ろ隠してから、であのレントゲンとか診察が終わった後とかね、病棟に上がる前にこうやってふわっとこうやって手を持ってからこうやってやってあげるの、つけてあげたらおばあちゃんが何これみたいな、こう手をねこう反ったもんね指輪を見つめるみたいに、まあくれるのとかって言うからあげますあげますあげます嬉しいね、なんかねちょっとそういう緊張感の中に、コロナの緊張感の中に喜びがあるというか、わっと空気が和むね。まあね、あのまあ僕はそれをさせてもらってるんでありがたいなと思います。今日はミスティーローズというジェマールの風船で腕輪を作りました。これ、あ、そうだこれこういう見え方じゃんね。これをねちょっとずらすと、ちょっとずらしていくと、ちょっとだけよ、ほんとずらしていくとちょっとねあの風車みたいになってくれるので、これもありかなと思います。まあいろいろやってみてください、あのご自身でね。であのミスティーローズ欲しいという方はあのちょっと時間がなくても商品にあげる時間がないのでダイレクトメールください。あそこでもいいです、あの何YouTube のところのメッセージでもいいし、あのプロフィール動画の方にメールアドレス書いてるんで、あのいくつ欲しいとか、はい、まあ、できれば1000円以上の方が助かるかなすいません、あのスマートレターとかレターパックライトで送りますので来てください。それでは今日はミスティーローズを紹介しました。お花一番喜ぶかな、女性はやっぱり男の子は剣ね、ぜひ作ってみてください。はい、それでは疲れた。グッディーワールドの患者さんでした。みんな気をつけてください。See you again!